にちは、ジャパンカーレスキュー小島です。こんにちは、YouTube で入社、キクリンです。久しぶりの登場です。噛みました。高槻の営業、竹内です。こんにちは。帰ってもらってすいません、一発で取り直しなしでいきましょう。今日はですね、たまたまちょっと映していこう。さっき、うちで事故のレッカー行った車からたまたまオイルが漏れちゃいまして、まあ、せっかくだからってことで、あかつきの敏腕営業マンの竹内さんの提案で、何でしたっけ？ヘビーデューティーブルーム、あかつきが売っているホーキーですね。はい、これと VS ポケモン、もうちょっとドラえもんっぽいドラえもんっぽく出ましたよみたいな、ポケモン気にいいです。はい、どっちの方が早く綺麗に現場から撤収できる作業ができるか、ちょっともういそのことを競争してみようということで、本来今日僕は結婚相談所の申し込みを考えて来たんですけど、趣旨が変わってほうきのほこたて対決になってしまったので、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ対決していきたいと思います。はいはい、負けたら首、負けたら二度と買わない方がいいですね、これ。そうですね。多分粗悪品。こっちはホームセンターの超高級竹ポキだから。対決します。やっていきましょう。はい、お願いします。マジで？かっこいいと思ったね。思ったでしょ？はい。きっくりそんな持ってんのと思って。ちょっと竹ぼうきがあったんですよ。はい。しかも今ハサミも完全に普段持ってますよ手でやってますよ。押してましたよ。ちょっと買ったらいいですか。なるべく上の端っこを買ってくれ。はい、待って。あ、俺はハサミとか持っていくからね。入ります。いつもこういうのに爪でじゃあ現場行くんで、腕のいいとこ見せます。マジで大丈夫です。ジャパンカーレスキューはチームプレーで有名な会社なんで。いや違う、もうちょっと、あ、上ほら、俺のキクリン。笑うな、揺らすな。もうちょっと後ろ上げないと。もっともっと。今画像で映ってるかわかんないですけど、このアブソネットって非常に粒子が細かいので、アスファルトのすごいこう入り組んだくぼみにも入っていきますんで、油の吸着力が強いと。なので逃さないんで、結構使っていただいている方からするとリピートが続いている商品になります。もちろん暁の隊もこれは使ってます。うちもこれみんな使ってます。意外にこぼれてます。意外にこぼれてます。しっかりちゃんとしろよ。動かすな動かすな。こぼれてるの見てもらってだいぶ細かいんですよ、ね、隙間に入っていくんですね、はい。OK。 普段はこんな入れ方しなくてちゃんと常温で入れるけど、 YouTube ってちょっと尺取るの大変だから。それ用にじゃあ巻いていきたいと思います。アブソネット巻く量はどんぐらいですか。現場で巻くぐらい。そう、あ、そうですね、はい。17時から17時半で予約は入ってるんですが、どうしますか。今のやばいじゃん。もうじゃあやろう。ちょっと早く言ってもらっていいかな。17時半って今何時？17時5分です。え？やばい。じゃあ、ささっとついたので。で、ちょっとハンデで、面積が狭い、あっちを竹ぼうき。はい。はい。で、これは本当は足でグリグリ踏んだけどね。はい。ちょっとだいぶこう、吸着をさせるんで。
もう擦りつけるように。地味な絵だね。はい、そうですね、地味な絵。枠外に一箇所でまとめるまでが勝負にします。枠外に一箇所ここ、はい、ここに一箇所、はい、枠から出して、はい、いかに小さく面積、小さい面積でまとめられるかいいね。はい、この辺、ここはこの辺にやります。じゃあ、いきます。あれ、後であとタイム出してください。はい、枠外に出して綺麗にまとめればいいんだよ、この辺にね、はい、この辺に、いきます。よーい、スタート。これはだいたい1回で広範囲が作れますよっていうのが特徴で、何回もやる必要がないっていうのが特徴です。ピピピー。え、どう？思ったより竹ぼこきもまあまあできてる。めっちゃ飛んでしてる。こっち見て、こっちのやつが飛んだ。あ、こっちのやつが、あれ反則あれ、あのね、竹内さんね、ただの営業マンだから現場で使ったことないんだよねマジでバレた。そう、見て、あの、俺これ使い方してっけど、この範囲見ててね、ほら、わかる、ほらほら、結構これってすごいこと。あー、すごい、すごいですね。竹内さんはあの現場はダメだからすいません、単位経験ゼロあ、ほんとだ、ほんとだ。ほら、見て、はい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 、こうなるわけですよ。こうなる、こうなるぞ、はいはい、とは。で、竹ぼうきのやつを、じゃあキクリ、これちょっとこの辺のやつを集めてみて。集められないですね。ほらほら、全然書かないじゃん、うん、じゃあもう一回これでいくよ、同じとこ、ほら。あー、すごいすごい、ほら、こうなるんですよ。どう、営業前より営業できてる。さすが東北代理店実演に弱いあとね、これのね、いいとこね、結構硬いから破片とかバーって散らばってっとき、これあの幅広いタイプもありますよね。あります、あります。もあるんだけど、バラバラになった破片とかも結構余裕でかくバーって一回でもこうサーっていく破片とかバーって、今の擬音みたいな感じあの、やっぱ現場だとプラスチックの破片とかガラスの破片も入るんですよね。そう、はい、現場いいよ。キクリン出動です。あ、アブソネット、はい、オイル処理剤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 が分かります。ちょっと待って、白い粉、アブソネットって書いてある。俺もこれ着た方が映える。偉そうにしてる作業員はこれちょっと偉そう眉間にしちゃ寄ってない、大丈夫。いや、寄ってますね。寄ってる、はい、眩しいね、顔でかい。そんなことないです。顔でかい多分、顔でかいですよ。ほら、こんな違いますか顔でかい顔でかいにしたことがいい。なんで顔ってでかくなったのね。そう、あれ、そっちこれですね。白い、あ、それじゃない、はい、あの、青い袋に入ってる、透明な置いてくるかい今のは持ち帰るとこでしたよね。そうですよ、ね、いや、誰こんなとこにマジオイルさ垂らすの。緑の輪からちょっとはみ出しましたね。え、はみ出す、
さっきのほら事故でレッカー行ったやつちょうどオイル漏れで、オイル漏れだから、あ、せっかくだからオイルの後期、オイル処理、オイル処理じゃない、後期の検証します。触った？伝わんないよね。そこにこう立てずだね。で、ちょっとエリちゃんこれ取って。はい。一緒に、はい。いい。はい。よし、オッケー。はい、アブソネットの吸着剤を巻いて、どっちの方が早く履けるか対決。履けぼきとエビ。あ、え、対決？あ、対決は OK。あ、マジ負けたら覚えてる。っていう感じでいきたいね。了解です。マジ負けたら覚えてる。長さ完璧違います。破片とかね、やったいな。破片。取ると。ほら、わかるこれ。ほら、もうあの、ほうき界のダイソンって言われてるから。